東洋水産、マルちゃん、ホクホクのコロッケそば、揚げ麺に粉末スープとフリーズドライのコロッケがついています。麺は細めで評価があり軽い食感です。緑のタヌキと大体同じような印象です。下手に生麺に近づこうとしていないようで親しみの持てる麺です。スープは醤油濃度が強い関東風で必要十分な味と香りですが、七味唐辛子はついていません。コロッケはもろく崩れやすいです。サイコロ状のジャガイモの周りをでんぷんの粉で固めたような印象で意外とあっさりしています。コロッケとそばの組み合わせは悪くないと思いますが、何度も繰り返して食べたくなるというほどではありません。